しもし、かほこです。はい、今日はですね、誰でも簡単にマスクを作れる方法をちょっとご紹介していきたいと思います。で、このマスクの作り方はすごく簡単で、使うものがですね、なんとハサミと靴下を使います。で、靴下なので履いた靴下ではなくって新品の靴下がね、いいかなって思います。あ、そうそう、この靴下のマスクの作り方は私が考えたわけではなくって TikTok のね、おすすめで見ました。いいことはね、やっぱり共有した方がいいかなと思ったので、本当にすごく簡単なのでね、ぜひ皆さんもやってほしいなって思います。縫ったりする作業がないので、本当にね、切るだけでできます。で、靴下ってね、基本的にこうやって2つ入ってると思うんですけど、両足分ね、入ってると思うんだけど、入ってるっていうかね、これセットで 2P じゃないですか。で、1つのマスクができる、1足で1つのマスクができるので、これでね、2つ分のマスクができちゃうわけです。なので、100均でもし靴下を買ったと、1つで買ったとしたら2つもマスクができる、55円でね、マスクが2つできちゃうので、すごく素晴らしいですよね。はい、ということで早速作っていきたいと思います。はい、まず靴下をこうやって持った時に、この縦の長さがこのマスクの縦の長さになるんですね。なので、私、顔が長くて顎が長いので、ちょっと長めに切りたいんですけど、これくらい切っていきます。ちょっと長めに切って、後から長すぎるなと思ったらまた調節すればいいので、ちょっと長めに切ります。こんな感じでまっすぐ切ります。楽しいね、工作みたい。で、こっちもこういう感じで切っていきます。こんな感じになったら、ここがかかとですよね。かかとじゃない方のここを切ります。こういう感じで、じゃーん、こんな感じ、もうマスクみたいでしょ。そしたらまた折りたたんで、ここをちょっと切ります。これぐらい、はい、こんな感じになったら、次耳にね、こうかけるところを作っていきます。こんな感じでね、広げたらこう折って、ここをね、切ります。チョキチョキ、これぐらいかな。もう片方も切ります。ほい、なんとこれで完成です。完成、シャキーン、すごくない？もちろん靴下なので、何回もね、洗って繰り返し使えるので、すごくいいと思います。あと、前作ったんだけど、こういう柄のマスクも作れます。もちろん自分のお気に入りの靴下を見つけて作ってみてはいかがでしょうか。もしかしたらね、このマスクの作り方知ってるよっていう方も多いかもしれないんですけれども、ぜひ、いろんな方にね、いいことは共有して、マスク不足もね、これで乗り切れるかなって思います。はい、とっても簡単だし、もう1分ぐらいでね、ちゃちゃちゃっとできるので、1分もかからないかもしれないっていうぐらい簡単にできるので、ぜひやってみてください。結構ね、つけ心地も良くて、いい感じ。はい、ということで、この動画がためになったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、枯れちゃった声。バイバーイ。 PS